じゃあ今日はサムネとタイトルにもある通りルームツアーをしていきたいと思います。はい、じゃあルームツアーを早速やっていきます。せーの、レッツゴー。はい、まずここが私のお家です。お家、お部屋です。開けます。はい、こんな感じです。はい、じゃあまずゴミ箱、ゴミ箱はこちらです。これゴミ箱です。ディズニーのやつかな。ディズニーのゴミ箱です。ここは毎朝髪の毛とかセットするやつですね。ヘアオイル使ったりとか、バーム塗ったりとか、水入ってるボトルで前髪を直したりとかね。櫛は3本ありますね。調子いいですね、今日も。で、ここにあるのがリングライト。ここがドレッサー。ほい、はい、ドレッサー、はい、ドレッサー入ります。はい、まずこれね、使い分けてるんです私、日焼け止めを。体に塗るよう、学校に持ってくよう、これ顔に塗るようです。で、ケープは2つ、紫と水色。私のスキンケアのやつはここですね。まず美顔水の B のこれ塗ってって感じで、綿棒で、ここにあるのがもうね、大量にありますよ。ファンの子からすごいたくさんもらって、もう多分何個、100個ぐらいあるんじゃないかな。盛りすぎ。前髪止めるピン、ここにあるのがこれファンの子からもらった。これゴム入れにしてます。これリボン、リボンじゃない、これはリップです。これはアイラインとか二重ライナーとかマスカラとか、そういう系です。こんな感じ。これがバスボムに入ってたやつ、全部こういうやつね。いろいろコンシーラーとかもろもろね。これ筆系ね、コフレ系ので、私のドレッサーの中を、汚っ、開けます。はい、こんな感じ。メイク道具がぎっしり詰まってます。これカラコンで、こっちネイルチップって感じで、ここがファンデとかお粉とかね。これがすごい大量にあるよね。これ全部ロムアンドとかいろいろあります。で、これもキャンメイクのチーク全種集めてます。こんな感じかな。で、ここにファンの子からもらった自由のやつとかいろいろね。ここにもリップがある。でもここのリップは飾りとして見てる。そしてまあベッドだよね、メインは。もうすごい大量にあるでしょ、みんなここ見たかったはず。ダッフィー&フレンズのぬいぐるみは全部あるし、こういうのね、もうめちゃめちゃあるよ。やばいっしょ。もうね、あげればあげるだけ出てくる。で、これはジョージ、これ絶対ぎゅうして寝てます。ここにあるのはなんかヨギ棒みたいな、ヨギ棒みたいな、ヨギ棒みたいなやつで、これは学校に毎日持っててるヘアアイロン、学校に毎日持っててるエアポッド、お猿のジョージの時計、これファンの子がくれました。おお、光りすぎじゃない、このパックマン。これね、アマゾンで買ったんですけど、本当に可愛い、ずっとつけてる。で、これもファンの子からもらったライト。これね、もう真っ暗の時につけるともうエモい感じになります。このレゴみたいなやつは2つの友達が作ってくれました。で、トイストーリーがいたね。で、これもファンだったのがいいかーって言った。いっぱいあるよ、かわいいよね。で、これもファンの子からもらった。これね、ネックレス入ってんの、超かわいいよ、すごくない。私プロポーズされてんのかと思って。ここはパックゾーン、めちゃめちゃいっぱいファンの子がパックくれたりとかして。で、これもファンの子からもらったお花。で、ここマスクいっぱいあります。で、ちなみにですけど、ここにもマスクで、ここにうちはありがとうみたいな。この部屋のポイントはやっぱライト、ライトがすごいかわいい。やっぱね、ベッドが一番かわいいんじゃない。ほら、超かわいいの。ここで毎日こういうライトとかつけて TikTok とか見ながら寝てますね。ではこんな感じのお部屋でした。バイバーイ。はい、私のお部屋を紹介します。さっきまで必死に片付けてたのでめっちゃ綺麗です。じゃあ見せていきたいと思います。ガチャガチャン、ドーン。はい、こんな感じです。ざーっとここにドアがあって、こっちから紹介していくんですけど、ベッド、プーさん寝てます、かわいい。ファンの方からいただいたプーさんで、ここもね、ファンのこのコルクドボードを飾ってて、ここにももう一個あったんですけど、うん、大丈夫大丈夫。でね、ここにフットマッサージ機があるんですけど、疲れた日でも楽に足をマッサージできる
ちょっとでも足痩せするために買ってもらいました。で、これが筋膜ローラー。この夜は絶対この2つをして寝ます。じゃーん、シナモン。ここ本当にめちゃくちゃ好きなスペースなんですよ。ファンの方からいただいたシナモンたちがいっぱいいるんです。もう本当に可愛い。どんどん増えてくシナモンくんたちが。で、壁紙はスヌーピー。6年生の時に決めた壁紙なのでちょっとピンクなんですけど可愛いですね。はい、じゃん、ベルプチ。これが、机なんですけど、最近届いた机で、私学校をパソコン使って勉強するので、そのためのデスクです。 iPad があって、パソコン、シナモンの iPad を立てる。で、こっち行くとシナモンとグリーンアーボン。はい、で、こっちはパパって片付けたので、ここはあんまり配置とかがこだわりがなくて汚いんですけど、これめっちゃ可愛い。でね、びっくりしたのがね、ここに入れれるんですよ。可愛いっすよね。何も入れてないけど、これはすぐ保湿できるようにみたいな感じです。こんな感じで、この上はファンの子からいただいたファンレターとかプレゼント入ってます。じゃあちょっとみんなわかると思うんだけど、このライト流行ってるじゃないですか。それを今からつけるので、あとこのシナモンくんもね、光るんですよ実は。だから今から完全に夜モードの状態にします。じゃーん、超かわいい。このシナモンくんもね、光ってるんです。でね、これこのライトが青く光ってて、これ何色にでもできるんですけど、今日は青にしてみました。でね、このライトがあるだけでめっちゃおしゃれに見えるんで、おすすめです。私の部屋はこんな感じでした。バイバーイ。こんにちは、みなつです。ということで、私のルームツアーもしていきたいと思います。頑張って片足はしたんですけど、ちょっと汚いかもしれないんですけど、ご了承ください。どうぞ。はい、ということで、ドアに入るとまずはこんな感じです。壁が汚い壁が汚いんですけど、ごめんなさい。まず入ってすぐ左に行くとタンスがあって、この間クローゼットは紹介したんですけど、クローゼットの中とは別に私はここに洋服をほとんどしまってます。で、上は何もなくて、学校のバッグが、会う人会う人になんかちょっとジャラジャラしすぎって言われるんですけど、あ、ここにエッグのキーホルダー、ミノハムからもらったやつつけてます。そして私の必需品のモバジュ、イエーイ。ここは IKEA で買ったなんか鏡が貼ってあります。本当はこれ一面この鏡にしてやりたかったんですけど、とりあえず1個しか買ってなくて、こんな感じです。で、ここはなんかドレッサー的な、ここでいつもメイクしたりとかしてるんですけど、ここはリングライトとかなんかライト系が入ってて、こっちはストック、マスクとかコットンとかで、こっちはポーチがバーって入ってます。で、私のベッドです。なんか白い大きいモフモフのやつとか置いてたんですけど、毛布も暑くなってきてるのでちょっと薄い感じにしました。クマが2体います。こっちが枕です。こっちはただ人形で、こういくと、これは筋膜ローラーです。マホコが筋膜ローラーめっちゃいいよって教えてくれて買ったんですけど、まだ1回しか使ってません。で、1段目は IKEA のキャンドル、なんかライトのやつ使ったことないんですけど、ラフォールのバズマートのイベントをした時にくださって、それのキャンドルをくれて、めっちゃセンスいい、めっちゃいい匂いなんですけど、このキャンドルを飾ってます。で、下に行くと、あ、汚い、こっちも汚い。ここはマニキュアとか髪のやつとか、エアポッツでしょ、あと開けてないサンキューマート企画の時のね、ブレスレットとか、このベイビー G のめっちゃ可愛いんですよ、この時計。あとは薬たちが入ってます。あとはこれもミノハムにもらった、これね、みんな友達もだし家族もめっちゃ評判良かったです。いい匂いって、リンゴのなんかブリミストみたいなピアスのやつと、これはずっと使っているディオールの香水です。2段目に行くと、これどこで買ったんだろう、なんか多分100均とかで買ったカゴの中にみんなからもらったパックたちが入ってます。スイッチライトです。めっちゃ美しい冬号かな、ナイツ、あ、ナッツとか、エッグの春号まだ書いてないんですよね。あと
ポップティーンとかマツコンが出てるのでね、ちゃんとチェックしてました。で、そのままこう行くとイケアのまたラックがあって、ちょっとバラバラなんですけど、季節外れのものたち、モフモフとかセーターとか、ずっとそのままにしちゃってるのと、あとこれは制服です。学校の制服とかもかけてます。で、バッグ、なんかよく使うバッグたちが3つぐらいかかってて、下に行くとキャリーケースですね。よく使うので撮影とかで、ここがお気に入りポイント。はい、ということでロームツアーしてみたんですけど、どうでしたか？なんか私は物が多くて結構ごちゃごちゃしてるのと、あとはまあちょっと壁が汚いよっていう、床も汚いよみたいな。あの IKEA の蜂の巣みたいな鏡はめっちゃすごいおしゃれでお気に入りなので、皆さんもぜひぜひお揃いにしてみてください。バイバーイ、みなつでした。アンニョン、ジュニだよ。ということで、初のルームツアーをしていきたいと思います。じゃあ早速紹介していきます。はい、ということで早速見せたいと思います。こんな感じです。はい、ということで細かい部分から紹介していきます。はい、まずここにメルピチのポスターがいます。あと自分のポスター、これはこの前のイベントでのポスターです。こっちに棚があります。ここには何だろう、ティッシュとかこういうのがあって、こっちネイル系、こっちはこういうやつとか、これファンの子からいただきました、ありがとうございます。アクセサリーとこっち付け間が、とりあえず物が大量にあって、こっちはこっちもアクセサリー、カチューシャとかよく使うバッグと帽子とカラコンとかメイクの、あとこっちにスリッパとコロコロとカバンともらったものとかがあります。この今の棚の横のこっちには上に辞書とか、あとこっちになんかいっぱいいるんですよ。イエーイ、かわいいやつらがいっぱいいる。私のお気に入りはこのおいちくんとサーモンです。あとこっちに辞書だったり本だったり、下の方は卒アルとかあるんでちょっと見せられないけど、その昔使ってた教科書とかがいろいろあります。これは私が4年生の時にオーストラリアに留学して学校も通ったんですよ。それでお別れの時にクラスの人がサプライズで渡してくれたものです。愛へのメッセージ、すごい思い出なのでちょっとここに飾ってます。スティッチ、ロッツォ、クッキー、お猿さん、犬さんがいます。あとこっちにイケアで買ったサメちゃんがいます。で、こちらの机の引き出しなんですけど、何が入ってると思いますか？チクタクチクタクチクタク、正解はコスメたちです。一応机なんで教材とか入ってるのかなって思ったりしたと思うんですけど、ごめんなさい、コスメたちが入ってます。よく使うものをここに入れました。で、あとこっちになんか化粧水とかなんかブラシとか、まあもろもろいろいろあって、こちらファンの方からいただいたものです。ここに飾ってます。ありがとうございます。ということで、こんな感じで私のお部屋紹介は終わりです。これからはもっと女子力の高い部屋に改造していきたいと思います。今日も最後まで見てくれてありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。